うわ来たぞ来たぞ。おゆっくりゆっくり慌てんでいいよ。1投目はうわもうなんかそっちした方がいい。うわ曲がってるね。ゆっくりよ。やるね。バリ引く。うわすげえね。1投目でそんな大きいのが来るとちょっとなんかバリ跳ねよったけど。バリ跳ねようカジキやなと。うわすげえタクワマンジすげえ。うわー出た怪物級が来たよこれ。タモあると。タモあるけど短いじゃんねちょっと待ち。おおおおすごいね。楽しい楽しそうやね。何して食べるよそれ。うわーすごい今なんかシュッてめっちゃ走る。来た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 。うわーめっちゃでかいめっちゃでかい。とうとう堤防際に来ております。これが堤防際生まれて初めての体験やないとこのシーラからしても堤防際にこの来るっていうのはねテンション上がるわー。くるくる回るよーすげえ。うわー人面魚みたい。空気吸いなさい。空気いっぱい吸ってからちょっと力を抜いとって。初めてやろ？初めて。もう初よ。重たいね。すごいね。やりました。赤マジです。重たいよ。ちょっと俺も釣りたい。Z 天秤25号これを誘導にしますよ。冷え凍系めちゃくちゃいい。ほら息がいいもん。美味しそう。誘導タイプにしといて投げるとこれ食べる方ね針の方ブスッと。純也さんこれみたいなんか連絡あってこっちにおらんって少し潰します薪にしますつけますあとは投げましょう。何のための天秤？天秤の方が多分根掛かり率が少ないと。よし円とあとはドラグゆるゆるにしときましょう。ガン風ウニのぶっこみです。タモがなくて不安やね。ちょっともっと大きいのがついたらどうする。ウニもやっちゃう。聞こえんもんね風が強くて。教えようけど俺やったことないけんね。ジュニアさんからも聞いてないよ何も。うん飛んだ飛んだ。なんか当たってるような気がするな。来てるような気がするけどな今度こそ。なんか釣れとうやん。すごかばい。あら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 いいね。紛れもないつぶつぶやねこれはね。今日もやろうかな。じゃんベアリング入ってます。周りが良くなってます。さらにこれがベアリングですね。ベアリングを4つ入れてきたけんね。そして今日はこちらです。長くしてみました。スムージーやね。今日はこれよ俺がしたかったな。これやってみたい。ダメよまだ未完成やけんダメよ。あー抜けて荒れてるね。ビダマボールでも作るかな。とりあえず巻絵をパラパラ打っていきましょう。はいパラ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 。はい釣れますように。そしてこの1匹をつけて一釣りに挑戦したいと思います。よいしょいきますよ。何が釣れるかな。竿が前より倍は長くなってますね。おおおおお来るか来るか。お来た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 。めっちゃ来ためっちゃ来たよ。うわ入られた。あ釣れたちっちゃいの釣れた。いやー釣れた釣れたよー。泳がせサイズのようなベラが。それ。うわー、何それ。うわー、それもしかして最後のやつじゃないと、ウニ。うわー、来た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 。多分届かんよ、完全に。ちょ、ゆっくりゆっくりでいいよ、ゆっくりで。外したらもったいない、外したらもったいない。うわ、バリク用や。ちょっと、あ、すげえ。おお、何、うわ、すげえ。その引きはバケモン2。うわー、すごい。うわー、すごい。来た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 。うわ、でっかでっかいよ。うわ、最初釣れとらんかと思ったらでかいね。赤ちゃんどうやってあげるこれ。いやいやいや、切れる。もったいないもったいないもったいない。ちょっと待って、タモ持ってくるけん。あ、ぶり上げる。うわ、すごいね。すごいことになっとるよ。切れ抜きよ。でかいよこれ。でかい。そんなせんときじゃん。あ、よし。すごいね。すごい剥がり方してきようよ。うお、やったー。お、でっかー。このまま俺が釣ったのと同じぐらい。イエーイ。やるね。どこでも釣るね。おお、やったってやろう。あ、なんか白くなりのランプの口は閉めようかもしれない。口白じゃないの。いや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 、まだいや、つぶやね。つぶね。かかったね。美味しかろう。美味しいよ、だって王様やもん。ようやるね、今日は。ようやるね。まあ、よかったね。俺のなんかテスト兆候に付き合ったばっかりにいいことばっかりや。純也さんの畑やね、これ。次第までやめた。そしてここに来ました。今日はそうですね、今日はカメに過ぎてますね。撮影日和かな、いや釣り日和かな。いや、日和しよりみたいな感じになっとったけどですね。見ました、ワクワさんのシイラ。そのタモさえあれば余裕で救えてましたね。それまた今日もやりますか。やりましょう。なんとかふさかけ大作戦みたいな。あ、美味しそう。ふさかけ大作戦やりましょう。ここでも大丈夫そうですか。ここ行けますね。行けます。まさに絶好のフィールドです。サッカーみたいですね。そうですね。シーラ釣ったけんちからあんま調子乗っていかんよ。なんで網姫買って今日は何をしようと。後で泳がせしようかな。あ、泳がせいいね。やっぱ普通の天秤よりこっちの方がいいですね。こっちの天秤の方が誘導時ね。これが一番なんか使いやすくていいですよ。20号。青色ふさかけ大作戦。いっそふさかけ。いつも。はい。そう、このキャタツみたいのが出てくるぞって。天秤なんだ。漁師さんみたい。いっぱい入ってる。入ってますよ。これ有名なやっぱ作るんでしょ、家で。昨日作りましたよ。釣りはもう始まってますよね。始まってます。もう前日、2日前ぐらいからやっぱ。そう。これが本当の釣り師をやっぱ気持ち入れとかないとやっぱ。本格投げ釣り師からなんか偉そうですけど、まあこれが。あ、それが誘導ね。まだ元気。まだ元気ですね。前日買ったんですけどね。管理が四平さんとは違うね。ほら。だって四平さんにこの子預けたらね、数時間よ。そうなんですね。潰れとけね、大体。だから次に出てくるドラえもんのボックスみたいなね、これね。ドラえもん風にお願いします、よりさん。保冷剤を餌箱に入れまして、この青い墨をこう入れるわけです。そうすると、こう青い墨がいつまでも元気っていう。この方皆さんぜひ夏場やってください。ドラえもん見たことあります？あります。多分3代目ぐらいのドラえもんこうなってると思います。今日もやっぱりヒーロー T シャツ。これ私も持ってきとっちゃけど。来た、ほら来た来たよ今。くん来たよ。ほらふさかけに。やっぱこれやないと時代はふさかけ。早いよ来るのが。ほらくんしよう。これ合わせ難しい合わせがこれね。ほらあれ興味津々やんね。言ったろこのふさかけ大作戦めちゃくちゃいいよって俺が。おお、999。おお、合わせた。おお、と。そんなに太いタックルが曲がってるよ。さ、なんだこれ。おい、なんだと思いますそれ。興味あるな。青虫でしょ。いや、ドキドキよこれ。超ドキドキよ。やっぱり青磯もいつも言い切られてる。青磯ふさかけ大作戦、超遠投技ですねこれはですね。何？エソとかな気がしてきた。エソ？え、青虫のエソ来るんですかやっぱ。うわ、来た。なんだこれ、なんだっけ。こいつが3匹も食うとですね、ほら。まあでもおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。後ほど僕もそれやらさせてくださいね。パクります。